サービス終了決まっても最後まで全力で最高な更新段階愛してるー。マジでやばいぞ今回のは。来ちゃいましたコウマ館の夏。まずは水着作屋さん、後ろには水着のレミリア&フランもこんなん絶対確保。そして新 SR の方も。こっちはレミリアがメイン。これは半端なく喜んでいるユーザーめっちゃ多そうだな。もちろんね、今回はコンプするまでガチャ引き続けますよ課金してでも。新曲も追加、最後まで全力でユーザーを楽しませてくれる運営様には本当に感謝。それじゃあ行こうか本気ガチャ。いやーマジで最高すぎますな新 SSR も新 SR も神。さあさあ現在見たまいしは10連分しかねえけれども、チケットは結構豊富。水着作屋さん確定の新 SSR 確定最強チケットが1枚に、 SSR 確定チケットも1枚、そして通常ガチャはたっぷり66連分も。これはおそらく最強チケットは温存できるよな。ってことでまずは通常ガチャ券66連まで。前回までミラクル12連で新キャラ4体コンプの神引きからの本日のガチャ、どうだ？爆死か、まあまあまあ。さすがに今日ここで来てたらね、もう怖すぎたので。さあどんどん行こう20連名。入った虹色、もう、来ちゃうか？しかも青の輝きやっぱマジかー。これは神引き継続だろ。はい、虹色2枚からの長きを生きる者の知恵の出番かしら。1枚目は所持済みのエイリンか。久しぶりに見たなこの1枚美しい。からの勝負は2枚目。それじゃあ行くぞ。危ないぞ。お、お、こんな夜に。あ、初めてのセリフだったので昨夜さん来ちゃったかと思ったが、はい、持っていなかったもこうさんがここで来ました。初ゲットなら勝ちっしょ。うん、普通に嬉しいぜ。そしてここで新 SR レミリアも来たので、これはこれで大満足な20連目でした。おし、それじゃあお次は中途半端、余った6枚で6連。でもでもでもこの中途半端余りチケットで過去に何度も神引きを。さすがに2連続ここでは引からんからの6連で引かったら熱かったのにな。残念爆死だけど、アウンが可愛いから許す。季節感はゼロだけども。お、新レミーも2枚いねー。さあさあお次は10連チケット4枚。マジでなー、コウマ館組大好きな虫。今回の新 SSR は普段の新キャラよりも数段エンブレム付きで欲しいレベルがやばいのですが、さすがにエンブレム出るまではやれないよなー。エンブレム全体ですらわずか 0.4% の排出率だからな。では爆死、まあオッケー。ピンポイントで大好きな1枚のエンブレム付き引き当てるのは相当なラッキーが必要だが、でもなんかさ、前回の流れから引けそうな気もしなくもない的な感じなのよねー。運営様からのご褒美かな。ってレベルでサービス終了告知後連続神引きだからな。今日もそれに続けー。あ、金色いっぱいだけど20連続爆死。まあ20連続爆死は通常運転レベルだが、新レミリアはたくさんです。それじゃあ本日合計56連目まで。さあ引からないけども、はい、カモンこっから虹色チェーンジ。う、30連続爆死。そうそう神引きは続かないか。サービス終了前だからといって SSR 排出率は上がってるわけでもないからな。さあ残り10連チケット1枚。うぐ、ここも引からないか。40連続爆死となると確率的にも運悪いレベルになってしまうが、残念、金はいっぱいだけど爆死。レミリアはほぼ毎回いるのに。まあでも今日はまだまだ豪華なチケットが2枚。とりあえず見た前し使う前に SSR 確定チケットで運試し。ピックアップで排出率は他の SSR よりも若干高いとはいえ、大量にいる SSR の中からピンポイント新作屋さん一本釣りにはかなりの強運が必要。頼むってくれ作屋さん。ここで来なかったら見たまいしで10連して、そこでも来なかったらもう最強チケの出番ですかね。お姉ちゃんこっちこっち。まさかの去年の夏の水着キャラでずっと持ってなかった。はい、水着小石ちゃん来ちゃいました。これはこれで大当たりじゃ。それな、普通に最高なんだが。
ってことでまさかの新作屋さんじゃないものの、かぶらないでしかも初ゲットの水着キャラからの。このチケットの前に最後の勝負、御霊石で10連行きたいと思います。頼む50連続爆死は回避させて。惜しかったー。青い光まではいかなかったが、いいのよラスト10連で一発大逆転ミラクル起きてくれても。降臨せよ水着作屋さん。嘘ですやん。思い出を作ることもメイドの務めですから。まさかまさかのここで本当に。ねえお姉様ご褒美なの。のおマジで出ちゃったエンブレムついてー。やばい泣きそう。いやもう完全に泣いてはいますがね。ということでね、さすがに紙引き終わって今日は微妙だなって感じでございましたが、水着小石ちゃんからのエンブレム水着作屋さん、心の底から大満足でございまーす。いやー、本当によかった。それじゃあ最後にね、サクッと新曲エクストラ初見フルコンで終わります。パーティーはスペシャル水着メンバーで構成したぜ最高。じゃあ、それじゃあね、最近の更新楽曲は全部サクッとフルコン中。今回のこの楽曲も、エクストラ難易度は優しめの21だからもちろんね、主さん。はい、もちろん余裕の初見フルコンっすよ。ファイトー。最初はノープ量も少なめ、かなりゆったりなスタート、全く問題ないぜ。はい、まずは100コンボ。まさに難易度21って感じで今の実力ならね、余裕でいけそうね、虫ちゃん。だな、ただたまに難易度詐欺で難易度21とかでフルコン継続鬼難しいとこ出てくる楽曲もあったりなので、油断せずいくぞ。はい、200コンボ。ふふ、まあ難易度21でつまずいている暇なんかないからな。残された時間はあと3ヶ月。あと3ヶ月でエクストラ全曲フルコンと。幻想に咲いた花のルナティック。フルコンが目標だもんね。イエス、やはりエクストラフルコンに達成の楽曲は難易度24が多いから気合い入れて練習せねば。またね、次の動画ででもエクストラフルコンに達成の楽曲一覧をご紹介できればと思っております。なんて雑談してたらもう350コンボ。じゃあ、何も難しくねえとこでケアレスにすー。おいしっかり。まあ初見だったのでね、この後6回目ぐらいでフルコンできたもん。6回、結構苦戦しているような。でもまあ、サクッとフルコンではあるか。そうそう細かいことは気にしない。ってことでここに来て神更新、最高ガチャ結果。今日も全力で楽しませてくれたダンカブに感謝しつつ、この動画終わりたいと思います。ご視聴、誠にありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。